ってみましょうかね。ここに行きはんねんけどね。まず最初にここから行こうか。この古墳もね、前方後円墳の感じが強いんだけど、骨にあるんだけどね、まあさっぱらな。これは看板で見ないとわからんぞ。これはの、おお、看板ここにある。別所した古墳、これはね4世紀の後半、10メーター。これね、前聞いた時ね、前方後円墳って聞いたんだけどね、どうなんだろうね。ほんでずっと見て回ったんでわからないんだね。まあまあ昔と比べたらちょっとね、この雑草はちょっと少ないけどね、昔ひどかったね。奥まで入れんやったけどね、ちょっと入れんこともないか。さあ、そこまでございます。これで行ったらね、あの一番大きいのが津山古墳でございますね。おそらくこれがね、ここで見てみようか。ほんで流山君がすごい、あれが流山君ね、どれや、流山君どれだ、向こうか、あのあれね、あれが流山君、今から行きますけど。だからここの横にね、流山1号本がね、横あったんだわ。2号本、結びの広間の横にね。やっぱそういう流山、あれがね、どれだ、あれが、あれが流山1号本。で、流山2号本がこっちかね。ここが流山2号本が壊れてるけど、わからへんな。2号本ね。ということで、古墳の頂上でございます。ここに連動格闘があったんだな。誰が公園部の英墳の方でございますけどね、今から上がってみましょう。行ってみましょう。お、雑草も生えてますよ。奈良のこんなか。奈良方面。これにね、4号本書いてないかね。いや、書いてないね。残念やね、現在地。わからんか。わかりません。この裏あたりね、ありそうなんだけどね。ヤブになってますか。残念。ヤブでございましたか。この辺がそうかね。この高まりはそうだね。4号墳やね、これ。あそこじゃないから。まあ、これ1基、2基。もう1基はどこだ。ちょっと小さいけどね。石図が残ってますね。1基、2基やろ。これやろ。まあ、ちょっと小さい古墳ではあるけどね。これはセメントで固めてありますか。もう行きなかったかんねんな、3基やから。6、7。もう1基どこあるのかね、8基。やたらんがね。3号墳と2号墳。片木古墳のね、1号墳はどれだろう。1号本この裏や。ここは、ここ1号本や。片火1号本。全然残ってません。ただ、こういうになってたけどさ。ね、ほんで、片火3号本。古墳の丘。この上が3号本。で、この辺が、2号本かな。わからんね。さっぱり。3、2号本。ダメなんだけど。あ、これ上上がるとね、ここから降りてこれました。まあ以前ね、なんかやぶになってましたけどね。
こっちに方墳があるはずやけどね、前方部30メーターじゃないの。わからんな、30メーターか。こっから入ったよな。これから入ってくるくる回って中をね、くるくる回ってこっちから出る前な。こっから私は行けんのかね。あるね。竹竹竹でございますね。これは右やな。暗っ。こんな暗くなんの。これは前方部でございますね、ここね。で、そこからが後円部ですか。こうやってる、なんだ、カズラか。前上がったことあるんだけどね、ちょっと上がってみましょうか。みんなよう滑ってはりますわ。あ、こんな急かね。わ、大変。前はね、こう歩いたんやけど、あの時はね、もっとね、ブッシュいっぱいやったけど。これは、こういうね、目印がなければ、出るの大変みたいな感じやったんやて、お前。どっかね、この辺か降りたやろ。何にも見えへんな、外が。降りれそうにないね。ここ行くか。ここでちょっと降りましょうか、ここ。これから、左か。あれ、どこやったかね。看板と違うね。ね。で、今、こうねな。この横にも出れるんかいな。ここはね、出れないはずやけど。ここは。どうやろう。こっから入ったらいいよな、こう。はい。で、ちょっと。公園部の看板にちょっと行って探すの大変やったんやからね。今きれいに蚊帳買ってくれてるけど、ちょうど今公園部の後ろにおるんやけど全然見ないもんね。見よう作り出しあんねんけどね、ちょっとわからんかったな。あれが作り出しあったんかね、わからんね。はい、ありがとうございました。乙女山古墳でもね、こっち行ったとこなんか看板あったはずやけどね。これ池上古墳、前方後円墳、池上2号墳、3号墳、2号墳あんのかな、ちょっとわからんね。前方後円にしていきましょう。ここがくびれちゃうことないな。そんなことないわ。何にあるな。あるんやけどね、やっぱりそうやな、これ古墳やね。いや、こっちが3号墳だ。ということは、ここがね、2号墳がこっちあるよね。わからんな。こっちが2号墳だそうですわ。はい。忠押古墳、全長50メーター。わかりませんか。高さ10メーター未満。わからんな。あの、反対側も道路が通ってるしね。いやー、わからんか、これ。看板もないかね。はい、そういうことで。これこれ。これがね、今の方がね、3番。ああ、こんな感じか。ね。ただ押し古墳。で、これね。これが2番。2番はね、三好2号墳やったかな。3号墳、三好2号墳ね。93メーター。ちょっと明らかだけどね。どこから4号墳。
はい、墳丁でございます。これが紅葉がしますからね。はい、なんぼそしたら次は津山古墳。ああ、じゃあ220m 合ってましたね。高さがね、まあこう目視で見ると20m 以上あるね。24、5m あるかもしれんな。書いてないか。書いてないね。この中もね、行ったけどね、4000ぐらい頃。だからちょっと早いんですけどね、古墳としては。はい、津山古墳。ね、これ見たかで、これね、手前に作り出しがあれがあの辺が作り出しなんだよな、あれがね、手前がね、古墳室に置いてあります。見れますよ。この前行ったら見れなかったかな、なんかこじ当てあったかな。ずーっと歩いてきて、あの辺を歩いてきたんだな、前な、あっこう夏やったからね、草ぼろやったけど、あんな堤防なかったな。あんななかったけど、だいぶ前やね。なんかね、細いね、まあ、後で見てみるけど、細い木の端かなんかかけてありましたよ。ほんで後で役場行って聞いたら、いや入ってあげませんよって言われてさ、ね、後の祭りでしたけども、サメた記念塚、サメたとこで入るのかいな、文字な。他のとこサメたと入ってんのに、サメたいうとだいぶ先の方にね、サメたの古墳があんねんけど、サメた記念塚古墳、これは全長が 78m、 ほんで真ん中がね、道路が突き抜けてるんだよね。珍しい古墳です。これが豊富だよね。ちょっと豊富の形が変わってしまってるけどね、道路をまたぎますからね。最初に来た時ここもね、草ぼうぼうでね、びっくりしたよって。まあ夏が多かったからな、昔は。はい、ここは道路でございます。4車線泥されたみたいだけど、はい、これが公園部でございます。いやー、散歩場が綺麗に咲いてます。これますよね。石棺が2基残ってるのかな。北岩1号墳と2号墳、うん、これは1号墳だな。1号墳2基やね。埋め立てて終わるけど、これ岩市2号墳がいいんだね。今1、2号、休憩所の設置、ここに設置されてるので、ね、見てみましょうかね。これでございます、これ。石棺。石棺だけはね、石棺じゃないね。公園部からずーっとね、訪問。滑り山古墳っていつも言うとるからな、ふらつか古墳って言うんだよな。墳丘が 180m、 高さ変えてないんかね。高さだいぶ高いんだけどね、 20m 以上あるんだけど。公園部から訪問ね。はい、ここは、はい、一本松古墳。この前方後方
円墳やな、円墳円墳。全長がね、130メートルぐらいだね。高さは需要5、6メートルあるか。はい、このちょっとね、横をちらっと覗いてみるか。雨降ってなかったんで、もう滑ってね、上がるの大変やったんやけど。で、蝉がものすごい勢いで鳴いてた記憶あんね。何年前やろ。ずいぶん前ですわ。ほんで草はボーボーやったね、いつもいつ来ても。これは前方部です。130メートルもちょっとあるかな、前方部は。角分からへんけどね、角は。ああ、木があるけ見えんかよ。やぶやね、やぶ。ちょっと行くだけ中入ってみるか。行ってる、当たるな。お、いいよ、行けるやろ、これ。行ってみよう。もうちょっとね、それと蛇が出てきまんね。奈良は蛇の宝庫でございますからね。その点大阪であんまり蛇見らへんな。お、いけるぞ。さてどうなってるか。あら、入られへんわ。やっぱりやぶでございましたか。ね、入れませんね。残念でございました。これ形状から言うと豊富やな。わかりましたか。これ21期か2期目やから全然足りませんね。この横もね、なんかあんねんけど、古墳みたいなのが。と、1時間、2時間だから5時、4時間ちょっとやな。9時半に来たからね。これね、武将でございます。